トモロシングルです。マガナダークパルス続きをやっていきましょう。ねえ、遠くに見えてたこの謎のよくわからない地球に向けて発射する装置、どうやらそこにたどり着いてきてしまったようだ。どうやって行けばいいというのだ。進めない。え、ちょっと死ぬよね。積んだ、積んでます。どないなっとんねん。わー、あれ、人工メカなんだね。あそこはなんか生き物っぽいけど、このつながってるのはメカだね。ははーん、あいつだな。あいつが科学の力で。わ、これどうすりゃいいんだ。え、いや無理なんですけど、どうすりゃいい。あれか、あれ、あ、ガラスがある。あ、これか。はあ、え撃ったんだが、撃ったんだが、おお、なんだこれ、どうすりゃいいんだ。え、なんだ、え、わからん。なんか橋がかかったね。おなんだ、うわ、すげえ、なんかいろいろあるぞ。わけがわからねえ。とりあえずこっち行こう。あ、キューブだ、キューブ欲しい。えい、よいしょ。で、こっちはなんだ、こっちは何もない。ん、これは、ん、ヒュイーンって、なんだろう。あ、なるほど、これその橋を架けるためのスイッチにこのキューブが乗ってたから、それをこれで吸い上げたわけだ。わお、しょっぱなからとんでもなく飛ばしてくるね。え、あ、これあれじゃん。え、ちょっと待って、どこだ、あれに乗るのか。いやー、無理無理、上下してる。しかも、あー、向こうじゃん。これか、これだ。じゃあこれ、いや、赤の方がいいな。青、赤、青、これでどうなる。あそこで止まる。ああ、あそこに着地しろと。オッケー、行きましょうか。ふい、うわ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 、あぶん、あぶん、すげえ、二段ジャンプ、スーパーマリオ気分、超楽しいじゃん。うん、なんだ、君が到着しないのじゃないかと不安に思い始めていたよ。気持ち悪い。ザンダー、どうなってるんだその体。オーマイガー、こいつ、うわ、体機械化してる。そっか、埋め込んでるのそれか。違う、ザンダー、彼はそれを望んでいない。クトゥルフのこと、クトゥルフはそんなこと望んじゃいないさ。え、どうすりゃいいんだこれ。バリア、え、どうすりゃいいんだ。とりあえず飛んでみるか、飛んでみよう、行ってみよう、やってみよう。おお、なんだこれ、ん、おお、なんだ、うわー、びっくりした。ん、なんだ、どこから落とされたの、全然わかんない。いって、あいつか、あー、そういうことか。はい、これで弾き返すってことだよね。あいつこっちを殺そうとしてるんだ。ほらほら、危ね。これでやり返すしかないのか。やべ、ほい、あぶね。ほい、吹っ飛べ、おら、
よし、死んだ。もう一発かましてやろう。おい、うらうら、終わった？倒した。死んだね。急げ。まずい。あ、これか。お、いけそう。よいしょ。オッケー。で、なんだ。ただぐるぐる回ってるだけ？なんだろうね。おっと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 、ほい。うん、わあ、やば。ここにいよう。あいつ復活するんだ。よし、今のうち、よいしょ、安全地帯作らないと危ないね。ほい、聞いた。あ、回転床。よし、あはあ、神よ。うぬ、神は神でも邪神だったな。これ多分あの衛星のように回ってるやつを、ほい、オッケー、これで止める。各駅停車だ。やつは死んでるようだな。で今赤だから、とりあえず赤打って各駅停車にして、ほい、よいしょ。やべ、来てる。そう。あ、来た、来ましたよ、ドドリアさん。はい、行ってきます。なんだこれ、上に乗ったらいいのか。あー、線がつながってるとこ乗ればいいんだ。なるほど。ほい、あ、乗れそうだね。なんかこれ乗れそう。ほい、オッケー。どこだ、そっちか。あ、上か。ひー、こうだな。うわー、ちょびっくりした。待って、よいしょ。緑、大丈夫、信じて。あぶね、びっくりした。怖い、死ね。こっちだ。オッケー、ぶっ倒した。でどれだ、何をどこどうすればいい。もう一回、死んだままでいてくれよ、頼むから。目覚ます。よし、オッケー。はい、何がどうなってるやらと。あ、押した。え、なんだこれ。あ、ははん、うわー、なんか刺さってる。逆、うわー、なんだ。いやー、ちょっとびっくりした。やべ、それはまずい。おい、ぬー、来んなよ。よし、避けれる、これなら避けれる。よいしょ、倒しながら。オッケー。やべ、緑打ちます。ほい、赤くらえ。あー、これか。なるほどね。オッケー。それに乗って。どこだ、この辺か。よいしょ。うわあ。で、これだな。よいしょ。半属性を打って。壊すってこと？壊れないんですか？え？わあ、壊れた。おお、すごい。壊れた。ああ、ちょ。赤打つ。よいしょ。ひー、来んなよ。オッケー。
まさか全部最初からやり直しとかそういうのはないよね。はい、あと乗れるところはあそこと、え、あれどうやんだ。あー、このリフト、これか。了解了解。とん、あっぶねー。いい、どこだどこだ。あいつは目覚めてない、大丈夫だ。どこだ、どこ行った。うわー、やばい、急げ急げ急げ。よいしょ、ほい、死ね。よし、オッケー。どこだ、これに乗るため、あ、これだ。この動きを追いましょう。あん、こう来て、ちょっとでも近づいたところで、オッケー。上だな。よいしょ。わっ、わっ、とっとっとっと、オッケー。多分こうだな。いけ、いけ、いけ、いけ。どうなの？壊れた。よし。で、どうせひっくり返るんで、ほい。マジ。ほい。うわ、とっとっとっと、危ない。あと行ってないとこどれだ？え？あそこ？ここの繋がってるのあの上だね。どうやればいいんだ。ん？壊し方がわからん。ほい。キューブだけセットしておいて。はい。よし、オッケー。あれ？どうやって壊すのあれ？よいしょ、ほい、オッケー。あー、難しい。はい、赤か、赤にすればいいのか。あ、わかった、このぐるぐる回ってるこいつ、こいつ、うわって。大丈夫か、やべやべやべ。よいしょ、マジマジマジ。よし、だいぶ時間あるね。ほい、オッケー。あと1個。了解了解。やっとわかったよ、仕組みが。このぐるぐる回る隕石にぶつけないといけないわけだ。オッケーです。それがわかるだけでだいぶ違うね。セッティングだけして、ほい。リフトはどこ行った、下か。ほう、間に合う。よし、この上のどこだ。あれれれれれれ、やべ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 。どこ、ここ、気持ち悪くなってきた。あそこね。あー、気持ち悪い、あー、気持ち悪い。よしよし、ほい。わあ、そんな、くたばれ。どこだどこだ、リフト。もうむずいよこれ。なんか宇宙船飛んでる。どこだどこだ。やべやべやべ、離れちった離れちった。そこね、ここ一番難易度高いのか。踏んでる間に青。あ、とう、よいしょ、ほい。赤赤赤いって、バリアが。よし、倒した。外の神の従者、いけた。
フーリムグルーナフクトゥルフフタグ。いやいや、あ、ガバージ。ダックス、ダックス、大丈夫か、ダックス。It's okay, Gamaji. I can barely hear you. There's so much interference. Where are you? 今どこの空間にいるんだ。彼らと一緒。No. 終わってる。I'll find a way to get you back home, Dax. 君を家に返す方法を考えよう、ダックス。I'm not coming home. ああ。What? ダックス。What do you mean? What about Cass? Cass は？ What happened to her? She's gone, Gamaji. 行ってしまったよ、Gamaji. With Grugisbur and all the others.グラックスバーや他のみんなも見えさせれば君も理解するだろう。I know now, Gamaji. 分かったんだ、ガマジ。俺が何をするためにまでどこにいるのがふさわしいのか。I was born to do. 思いに父も母も知っていたんだろう。ザンダーは彼らの召喚方法について知識があるだけだ。理解はできなかった。彼は何なんだ、ダックス。彼らは永遠だ、ガマジ。彼らはずっとここにいる。The old ones and their servants. They know who I am. うわ、取り込まれてるね。狂信者になってしまった。俺は彼らといるつもりだ。ガマジンは彼らの目を通して見るということが想像できないだろうね。彼らが見たのは真理だ。Goodbye, Gamaji. うーわ、なんだと、ダックス。ダックス。ダメじゃん。やっぱクトゥルフに触れたものは無事ではいられないんだ。グラックスバーの施設は地上から移送された。ライフネットは破壊され、グラックスクライアントを宇宙の隅で古代宇宙人の力が待っているなどとざれ言を言う廃人にした。オーマイガー。幾人かは人間性を脱ぎ捨て野生に帰り、世界の広い地域を混乱に陥れたってインスマス。人類対旧支配者の戦争が始まった。Forced to meet one another, face to face, to actually live with each other. やばいやばい。勝てない。人類終わってる。マークテックの生産も止まった。誰かがゲームをリセットした。地球の救世主は姿を消し、彼の声が10億を超える停止したライフネットの回線で危険用の賛美歌を繰り返すことはもうない。この新時代生き残った人々は互いより不確実なものだけを見た。文明が滅びたようだね。何が起きたのかを理解し再構築しようとする以外に何もなかった。結局はそれが我々を救ったのだと俺は思う。我々は共に殺し、一つずつ常に星の向こうから何かに監視されているのではないかと思わなければならない。それが戻ってきた時には共に立ち向かう準備ができている。立ち向かうの旧支配者に。最後の通信以来、ダックス。ワードとは話していない。彼に会うのは繰り返される。なんか、国に立ち、決して見ることができない。遠くの何かをじっと見つめながら、俺はそこにあるものを知っている。精神が揃うときまた出会えるのかな。代わりに俺は空を見る。俺の中にはダックスが彼らが戻るのを阻止するために全力を尽くしてほしいと望む気持ちがある。一方でもや彼は俺が知っている人間として存在しないのではないかと恐れている。クトゥルフだ。さらにまた別の俺は分かっている。ダックス、我々人類が安全だということ、ダックスが彼方にいる間は無事だと。これいつの映像だろうね。おお、このキューブ何の意味があるんだ。すごい、マグテックあらゆるところに進出してんだね。これマグテックの CM かな。リフトとキューブじゃん。すごい、現実の映像と融合してるね。ヨーロッパだねこれは。運んでる。すごっ、すごいね。あれ便利じゃん。でも近くに爆発キューブがあったよ。レールを敷く意味ないんですよね。キューブめっちゃ運んでる列車で。
はい、終わりました。あー長かった、難しかった、頭がどうにかなりそうだった。いやだがダックスはすでに頭がどうにかなっていたようですね。産地がマイナスでしょう、おそらくクトゥルフに触れてしまったがゆえに、もはや帰ることもかなわぬ異次元の彼方で、ひたすら旧支配者どもが地球に来るのを防いでいると。でもだいぶ地球に進出してたよね、あの機械から。まあ要はあれですよね、ザンダーは科学の力を使って、マグランナーたちを生贄にして、でクトゥルフたちを召喚しようとしていた、そんな感じですかね。で異次元まで行ったけどその方法が分からなかったと。逆に、両親が狂信者だった、クトゥルフ信者だったダックスはなぜか理解できてたみたいな感じの会話だったような気がしますね。あー難しかった知恵熱がすごいですねこのゲーム。理解するまでの時間も必要だし、何が起こってるか理解ができてないからよりね頭のエネルギーの消費がすごいです。いやーでも面白い。これ前半はね、あの SF チック、なんていうかつるんとした研究所だったりとか導入の感じとかがものすごいポータル感あって、いわゆるアフターポータルのなんかそういう派生かなって思ったんですけども、クトゥルフが出たらね途端にやっぱ別ゲームになりましたね。追われる恐怖もあるし、いや面白かった。クトゥルフ大好き人間からするとたまんないゲームですね。あのこれパッケージ見ると本当に SF でなんか自分の好みと合わないなとか、パズルゲーム苦手だなみたいに思う人おられるかもしれませんけど、一度騙されたと思ってプレイしてみたらいかがでしょうか。クトゥルフ大好き人間は特にいいんじゃないでしょうか。このねクトゥルフ造形、石像になった旧支配者どものマップをうろうろ歩くだけでもだいぶ面白いんで、ぜひ皆さんプレイしてみてください。はい、というわけでマグランナーダークパルス無事終了いたしました。ダックスは残念ながら異次元の向こう側から帰ることは叶いませんでしたけれども、人類はねなんとか滅びるのだけは抑えれたのかな。まあそれでもだいぶインスマスにやられてたっぽいですけど、はい、というわけで面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次回もこういった面白いパズルゲームでお会いしましょう。アリベデルチ。